マテアス・メルツはスイスを代表するオリエンテリング選手の一人で現在はアールガウシュー・クルムに住む学問のためにいくつかの国際大会に出場しなかったことがあるがそれでもなおトップレベルの競技者として世界に名を馳せているメルツはジュニア時代からその頭角を表したエリート選手の一人である初めてジュニア世界選手権に出場したのは2002年スペインの アリカンテで開催された時で、リレー競技で、金メダルを獲得。翌年エストニアで開かれた際には、ショート競技で、金メダル、クラシック競技で、銀メダル、リレー競技で、銅メダルを獲得し、さらに2004年ポーランドで開かれた、ジャワックでは、ロング競技で、金、ミドル競技で、銀、リレー競技で、銅メダルを獲得している。3度のジャワックで7枚ものメダルを獲得する。 驚異的な活躍を見せた。世界選手権に初めて出場したのは2004年スウェーデン大会の時であり、ミドル競技、スプリント競技ともに8位であった。またアンカーを任せられたリレー競技では9位であり、入賞が果たせなかったが、翌年の日本大会で初入賞を果たす。個人種目では、 いずれの競技でもトップ10に入ることができないほど、愛知の地形に対応できなかったものの、リレー競技では1層を任され5位で帰還、アンカーを務めたダニエル・フブマンらとともに、スイス代表を3位へと導いた。2006年のロックでは大きな活躍ができなかったものの、2007年のウクライナ大会のスプリント競技で念願の個人種目入賞を果たす。順位は、 フランスのエースティエリー・ジョルジュに惜しくも0.9秒差で敗れての2位であったがロング競技ではロシアのエースアンドレイ・ハラモフに3分以上もの差をつける階層でついに金メダルを獲得したリレー競技はというと5位となっているリレー競技については翌年のチェコ大会でも3位止まると銀メダルに手が届きそうで届かない状態が続いたものの2009年のハンガリー大会で ついに団体種目での制覇も果たした。ヨーロッパ選手権や北欧選手権でも活躍を見せており、スイス代表に欠かせない重要な位置を占めている。ドイツのデュースブルクで開催されたワールドゲームズ2 0 0 5のオリエンテーリング競技混成リレー種目では、やはりダニエル・フブマンらと共にスイス代表を優勝へと導いた。現在はスイスのオールグリーメンスバーグとフィンランドのラジャーマン。 ライクマンティに所属している。また、2011年10月16日現在のイフによる世界ランキングは12位である。過去最高位は2008年8月22日に記録した1位。ありがとうございます。